セムセレト一世は古代エジプト第十二王朝の第二大ファラオ。フオアメンエムハト一世の治世20年目に共同統治者として即位した。父の存命中には国境線の維持や対外遠征など主に軍事を担当した。アメンエムハト一世が首都イチタウイで暗殺された時、セムセレト一世は西方の砂漠へ遠征に出ていた。しかし、 首都の政変を知った彼はわずかな手勢を率いて一足先に首都へ帰還し、宮廷の混乱をいち早く収束させて単独の統治者となる。その後は葬儀を行い、アルリストに気づかれた墓所に父を埋葬した。即位後は不王の打ち出した改革路線を引き継ぎ、継続して新たな国家体制をより盤石なものとしていった。共同統治時代から任されていた。 軍事政策も継続し、ヌビアの第二球団付近まで進出して、周辺に少なくとも13の要塞を築いた。高級的な軍の駐屯地が築かれたことで、本国から遠征部隊を派遣する必要がなくなり、一帯をエジプトの領土として、高級的に支配することが可能となった。さらに古代エジプト史上初めて、ナイル川西の砂漠のオアシス地帯へ進出し、 一連の遠征で多数の鉱山や採石場が確保され、そこの支配を固めた。こうして採掘された資源をもとに、エジプト全域で多数の建築事業が行われた。中でも、地勢30年目に築かれたオベリスクは、立ったまま現存しているものとしては、最古のものである。セムセレト一世の地四42年目に、息子のアメン・エムハと二世が、 共同統治者に任命され、不王の死後に単独の統治者となった。セムセレト一世の遺体は、アメンイエムハと一世と同じくアルリシュトニアルボシに埋葬された。ありがとうございます。